IEE802.19 またはビランタギングとは IEE802.1 ワーキンググループが策定したネットワーク規格でありブリッジで連結された複数のネットワークで情報を漏えいさせることなく同じネットワークリンクを透過的に共有する方式である一般にイーサネットのネットワークでのカプセル化プロトコルを使った実装を指す IEEE802.19-2014 は MAC 層におけるブリッジを基盤とした特定の概念モデルと IEE802.1 ディスパニングツリープロトコルによるヴィランの意味を定義する。このプロトコルはネットワーク層レベルのスイッチやルーターを使ったヴィラン同士の通信を可能にする。ヴィランは企業のネットワークが 単一の物理ネットワークだったとしても、IT 部門がそれを部門ごとの論理ネットワークに分離することを可能にする。IT 部門は部門ごとに1位のビランを割り当てる。企業のネットワークにあるエッジスイッチは、各部門から部門外に送られるすべてのデータフレームに適切なビランタグを挿入するよう設定される。ビランタグはそのフレームが宛先に届く前に除去される。 このようにすると、ある部門のトラフィックは、他の部門からは観測できず、漏洩も発生しない。リックス規格のイーサネットフレームへの 802.1Q タグの挿入802.19は、実際には元のフレームをカプセル化するわけではない。その代わりに送信元 MAC アドレスのフィールドと、イーサタイプ、長さのフィールドの間に32ビットのフィールドを追加する。 このヴィランタグフィールドは、はじめの16ビットがトピット、次の16ビットはティッシュと呼ばれ、次のようなフォーマットである。IEE802.2、e、スナップによるカプセル化をしたフレームで、スナップヘッダのウィフィールドが00から00から00の場合、イーサネット以外のランの場合であり、スナップヘッダのイーサタイプ値は 0X8100 と設定され、 802.19タグの4バイトはスナップヘッダの後ろに配置される。このようにヘッダを挿入するとフレーム全体が変化するので802.19のカプセル化では FCS フィールドを再計算する必要がある。また最大フレームサイズも4バイト増加する。インターネットサービスプロバイダでは802.1 アドで規定された二重タギングが使われることがある。これにより、すでにヴィランタグのついたエンドユーザーのトラフィックを混合させつつ、インターネットサービスプロバイダが内部で独自にヴィランタグを使用することができる。サービスタグを先に置き、カスタマータグをその後に置く。この場合、 外側のタグのトピッドには 0x9100、0x9200、0x9300 といった値を使うことがあるが、802.1アドの規定では、外側のタグのトピッドには 0x88r8 を指定することになっている。リックス規格のイーサネットフレームに802.1アド20タグを挿入30タギングも可能である。さらに、 IEEE802.19 では、マルティプルレジストレーションプロトコルを応用した、マルティプルビランレジストレーションプロトコルを定義している。これにより、ブリッジ群は特定のリンクを使用するビランの集合について調停することができる。MVRP は2007年の IEE802.1AK-2007 e で低速な GARP。 ビランレジストレーションプロトコルの代替とされた。2003年版の企画では、従来は IEE802.1S で定義されていたマルチプルスパニングツリープロトコルが編入された。ありがとうございます。